中の風景赤海亀氷浜ブルーウォークとは、愛知県とヨハシ市の学生イラが中心となって始まった、愛知と静岡の県境からスタートし、おおよそ十日間かけて、ゴールのイラゴミサ灯台を目指すヒョウハマ海岸延べ、キロメートルの海岸清掃活動である。二千七年に行われた第一回ブルーウォークの参加者は約百名、翌年は約三百名、二千九年で、 第3回を迎えたこの活動は参加者600名を。2017年現在の主催団体は、ブルーウォークである。愛知県豊橋市と田原市にまたがる氷浜海岸は、全国的にも珍しい全長約50キロの球場の砂浜と海岸崖や丘陵地から形成された海岸である。赤海亀の有名な産卵地としても知られる。 自然豊かな海岸であるが近隣市街の河川や遠洋から漂着する生活ゴミの増加によって景観の悪化やゴミ漂着物に絡まったり誤飲してしまう生物への影響が懸念されている。このような海岸ゴミの問題と個々人の生活は密接に関係しており様々な問題の解決には一人数とのライフスタイルの改善が必要である。このような観点から 地元大学生ら若者が中心となって始まった海岸清掃が表浜ブルーウォークである。この活動は歩くスタイルの海岸清掃を特徴としており、清掃時間中は終始歩きながらゴミを拾い続ける。1日の清掃区間が終了すると、翌日は前日のゴール地点から清掃を開始。 10日間かけて、表浜海岸5 0キロメートルのすべてを歩いて、清掃する。表浜ブルーウォークは、幅広い市民に対する環境意識の向上、啓蒙活動に主眼が置かれているため、ゴミの量や参加人数にかかわらず、一定区間の清掃を行っており、また、活動期間中にはメディアへの働きかけや、表浜や海岸ゴミに関連したワークショップを開催している。 毎年8月中旬に開催され、参加者はブルーウォークが一般公募により募る。参加期間は10日間のうち個人の都合に合わせ選ぶことができる。海岸清掃のスタートは県境の東細谷から始まり、おおむね1日あたり6キロメートルの区間を清掃しながらゴールのイラゴミ先灯台を目指す。清掃時間中は猛暑に備えて、 水やテントを備えた並走者が参加者をサポートしている。宿泊施設には地域の民家や公民館、廃校などを利用しているため宿泊日数の多い参加者であっても金銭的な負担は低い。活動期間中は様々なワークショップが開催されゴミ拾いだけでなく海岸やその地域の問題についての勉強会やゴミを利用したイベント、 参加者同士の交流会などが行われる。2009年度においてはゴミを利用した砂とゴミのアート、ゴミがエリア清掃中に拾ったペットボトルと参加者から募って集めたキャンドルを利用した募るキャンドルナイト NPO 法人氷浜ネットワークによる氷浜海岸とウミガメについての講演会などが開催された。またゴミ拾いと並行して 海岸ゴミの種類調査や海岸に流れ着いたライターから製造元の国を特定するライタープロジェクト、回収したペットボトルのキャップから得られた売却液を開発途上国の子供へのワクチン代として寄贈するエコキャップ運動などが行われた。2009年度の調査によれば回収したゴミの総量は約3トン、漂着ゴミの1、4ほどがペットボトルであり、 80%以上が日常、生活由来のゴミであった。ありがとうございます。